さらに付加価値を作りましょうっていうところです。で、さらに付加価値っていうのは、5万を超えて、月10万、もしくは20万、30万っていくときですね。で、その場合にどういったスキルが必要かっていうと、まあ、例えばこういったスキルですね。で、基礎的な動画編集スキル、あとは効果的なサムネ作成スキル。で、3つ目が、発注者に提案できるスキルですね。で、このあたりっていうのがあれば、月10万全然狙えると思います。じゃあ、どうやったら成長できるかっていうのを解説すると、それが、こちらの通りですね。基礎的な動画編集スキル、これはもう経験すればなれます。例えば、僕の動画とかを編集するんだったら、まあ、こういった動画を何回も編集していれば、まあ、編集スキルは確実に成長していくと思います。で、あとは、効果的なサムネ作成スキルですね。サムネあるじゃないですか。で、あれとかも、ある程度そのデザインセンスも必要かもしれないんですけど、まあ、ただそれよりも絶対慣れだと思うんですね。だから、経験で伸びていくと思います。でも唯一経験しても伸びないスキルっていうのがあるんですね。で、それ何かっていうと、発注者に提案できるスキルですね。これっていうのは経験しても伸びないです。で、何かっていうと、もう普通に仕事してたら大半の人って受け身になっちゃうんですね。なんかやってくださいって言われたら、あ、やりますみたいな。お願いします、やりますみたいな。まあ、こうやって受け身になっていっちゃうんですね。まあ、ただ、一部仕事できる人とか、まあ、僕がお願いしてるカフタロウさんとかまさにそうなんですけど、カフタロウさん、まあ、編集者さんですね。そうなんですけど、僕が何かお願いすると、まあ、プラスアルファで結構提案っていうのが届くんですね。なんか、編集の立場からして、まあ、こういう風にサボっといいと思いますみたいな。っていう感じで、まあ、そういう風に提案をされると、まあ、僕の立場としてどう思うかっていうと、まあ、言うまでもなく嬉しいじゃないですか。嬉しいし、あと動画の品質も上がるんで、ってことは、再生数とか伸びやすくなるし、まあ、チャンネル登録も伸びたりして、そしたら YouTube の収益が上がるみたいな。で、収益上がったら、その編集者さんとか、そのチームとかにもこう、周りの還元もできるわけじゃないですか。だからこれはめちゃくちゃいいですよね。で、あとそれだけじゃなくて、一番大切なことっていうのは、提案すると、その提案した人自身っていうのが一番やっぱ成長してるんですよね。で、これ要するにどういうことかっていうと、やっぱり動画編集にせよ、まあ、他のサムネ作成も全部そうなんですけど、仕事って徐々にこう、ルーティンになっていっちゃうんですね。で、ルーティンになっていって、まあ、単純作業を繰り返してですね。で、これって、まあ、これでもある程度こう、技術は磨かれていくんですけど、まあ、どっかで確実に停滞します。で、停滞した後に、そっからの分かれ道っていうのが、ちゃんと自分で提案できる人、できない人で分かれてきて、提案できる人っていうのは、その時点で頭一つ飛び抜けるので、飛び抜けると、その人っていうのは、いい案件っていうのがまた入ってきたりするんですね。いい案件入ってきたりとか、また別の仕事が依頼されたりとか、っていう感じで、また成長につながっていくっていう感じです。だから、もしこの動画を見てる方で、月10万とかですね、あと動画編集で20万、30万、もしくは100万とかですね、これぐらいを目指したいんだったら、ぜひ自分からこう、提案をしていく、自分で頭を使って、もっとこうしたら良くなるとか、もっとこんなことをしたら、まあ、全体のプラスになるみたいな、そういうことを言っていくと、多分いいんじゃないかなと思います。はい、というわけで以上が、月5万を稼ぐためですね、それの、僕の戦略ですね。僕のチャンネルは基本的に稼ぐというテーマにおいて発信をしています。で、もし今後収入を伸ばしたいとか、もっとなんか人生の難易度下げていきたいみたいな、まあ、そういう方がいたら、チャンネル登録しておいていただけると、もちろんその全部の動画を見ようとかっていう、そういう風に言うわけじゃなくて、この動画の内容ちょっと気になるなとか、この、なんていうんですか、内容って自分あんまり理解してなさそうだなみたいな、そういう動画が流れてきたら、ぜひ移動中とかで聞いてもらえると嬉しいです。で、聞いてもらいつつ、かつそのまま行動を実行していくと、多分収入とか、あと、まあ、会社で出世するとかもそうだと思うんですけど、またフリーランスとして独立して稼いでいくとか、まあ、そのあたりの知識っていうのはもう確実にこうアップデートされていくと思います。なので、もしよかったらチャンネル登録しておいてもらって、見ていただけると嬉しいです。